老健秋氏の介護技術研修認知機能 2.1 担当は溝口洋平です。よろしくお願いします。さて、介護老人保健施設は高齢者のリハビリ施設です。生活リハビリの場です。生活リハビリは生活そのものをリハビリとします。老健秋氏の全てはリハビリのためにあります。それでは認知機能を活性化する環境について見ていきましょう。では問題1番、この大きな日付表示にはどんな効果があるでしょうか。答え、検討式の活性化です。検討式とは認知機能の一つです。時間や場所の意識のことです。日付の手がかりがない環境で生活を続けていると検討式が低下します。先ほどの日付表示は大きくて見やすいので良いです。では問題2番です。この写真、1月19日はおでん、1月21日はすき焼き、この写真の効果は何でしょうか。答え、楽しみと検討式を結びつけて認知機能を活性化します。日時だけの時よりも楽しみという情報がくっついた時の方が認知機能が活性化されやすいです。記憶力がアップしやすいです。では問題3番です。お祭り写真の掲示、この効果は何でしょうか。時々ご両者が見ておられます。答え、思い出効果です。より専門的に言うと回想法トレーニングによる認知機能の活性化です。感動は人の記憶力を向上させます。では問題4番です。このメニューボードの効果は何でしょうか。朝、昼、晩の食事メニューが書いてあります。答え、楽しみ予測による認知機能の活性化です。今日のおかずは何だろうという楽しみを予測することが脳機能を活性化させます。また食べた後のメニューの確認も認知機能を活性化させます。他にもいろいろとリハビリを考慮した環境はありますが、紹介はここまでにしておきます。では脳トレについて、いわゆる脳トレというものがあります。それはそれで楽しんだら良いです。でも本気の脳トレは単純計算とか単純記憶ではありません。先ほど見たような複合的で楽しい情報が脳にとって重要です。でも単純計算も楽しんでやったらいいですよ。サービス提供側は楽しんでもらうことを考えること、それが脳トレにつながります。ありがとうございます。老健秋氏の介護技術研修認知機能 2.1 担当は溝口洋平でした。